大陸狼の巣、多摩動物公園ですね。はい、こんにちは、田村です。今日はですね、大陸狼、多摩動物公園でね、撮影してまいりました。で、この子はね、生まれてまだ1年少々のスイという、メスですね。で、スイスから来たっていうことですね。はい、スイスから来たらスイですかという感じで。で、大陸狼って書いてあるんですけども、調べてみると、灰色狼のことなんですね。で、世間一般でいう狼を、まあ、灰色狼、大陸狼ということで、足はね、たくさん分かれてますよね。ただこの子たちの足の名前は書いてなかったんですよね。まあ、灰色狼ってね、よく映画出てくるんですけど、この狼はまあ、シェパードくらいかなという感じですね。まあ、大型ね、2メートルとかあるとかいう、そういう大きいのにはなんない感じで、まあ、あと狼っていうのは人に絶対なれないらしいんですよね。で、飼育員さんたちにも反抗的だったりとか、まあ、頭いいだけにね、バカにするような態度も取ると。その辺のチーターなんかと全然違うんでね、非常に意外でしたね。で、あとね、長いことここに来てますけども、外にいるのってね、めったに見たことないんですよ。でね、多分これ新人さんだからかなっていう感じですよね。まあまあ、ある意味でね、貴重な撮影ができてよかったなと思ってます。で、なんかね、X の方で、豚足で興奮して遊んでるっていうね、そういう書き込みがあったんですよね、多摩動物公園の方からね。なので、ちょっとそんなシーン見れるんだなと思って、でも実際どうなのかと思ったら外にいたんですよね。まあ、初めてこんな感じで撮れたって感じですね。やっぱり狼らしくね、結構顔はね、迫力ありますね。まあ、そんな感じですけどね、まあ、今後もね、また撮りに行きたいなと、まあ、そんな風に思ってますね。はい、そうですね、まあ、ちょっと望遠でね、今度一眼で撮って撮りたいんですけどね、望遠がまたやたら私の重たいんでね、500ミリのやつなんで、まあ綺麗に撮れるんですけどね。まあ、いずれちょっとこういうボケたんじゃなくてね、綺麗なの撮ってみたいなと、まあそんな風に思ってます。まあね、本当にいずれはまた出てこなくなっちゃうかもしれないしね。なので、そうですね。あと飛び跳ねてるとこシーンとかね、その撮れるとは思わなかったんでね、まあまあ僕の中では貴重なシーンが撮れたなと思って嬉しいなと思ってます。まあ、あと犬とはね、ちょっと体型違うなっていうのと、尻尾がふさふさしてないとかね、なんかイメージしてる、そうね、狼とはちょっと違う感じがしますね。胸郭がちょっと広いらしいんですね、横にね、犬に比べてね。まあまあまあ、やっぱりそれなりに犬とはちょっとやっぱり違うのかなっていう感じはしましたね。はい。はい、じゃあまた、機会あったらっていうか、取りに行きますけど、距離がね、チーターのとこから遠いんですよね。これがちょっと弱点かな。かなり時間食っちゃって、チーターの取る分がだいぶ今回削減されてしまったなと。あとは、まあ、トラさんがね、ちっちゃい子を産んでるんでね、まあ、例年の例からいくと、例年っていうかね、前回の例からいくと、7月の後半ぐらいには公開してくれるんじゃないかなと思ってるんですけど、どうなんですかね。今回はね、両方ともトラいなかったですね。ちょっと寂しかったですね。はい。じゃあ、そういうことで、また、よろしくお願いします。